皆さんこんにちは、きなこっこです。本日はですね、我が家のリアルな朝ごはんとお弁当を一気に作る様子をほぼノーカットでお届けしようと思います。ただいま我が家絶賛夏休み中でございまして、私がお仕事をしている間は2人とも児童クラブに行ってるんですけど、まあ当たり前に児童クラブは給食がないので、夏休みの期間中児童クラブに預けるときは基本的にお弁当を用意しないといけません。でこの時してるパックがだいたい15分ぐらいしないといけないやつだから、タイマーをセットしてその間に朝ごはんもお弁当も全て作り終えるぞという強い意気込みの中やっております。でも私が行ってる児童クラブね、たまにランチデーとかがあって、もう児童クラブでもう全部ご飯とかも用意してくれるから、もう本当にその日助かるんですよね。やっぱお弁当とか作り慣れてなかったら、こうなんか段取りとかがなんかいまいちつかむまでに時間がかかっちゃって、自分の用意と子供たちの用意でちょっとバタバタしちゃって結構大変だったりもするから、たまにでもねそうやってランチデーとか作ってくれるの本当にありがたい、助かる、ありがとうございます。ちなみに今焼いてたのはレーズンパンですね。次男がパン泥棒を読んでからレーズンパンハマっちゃって、たまにレーズンパン食べたいって言われるから買ってる。おっとパックの余った部分がピロピロしている。なんとか顔に貼り付け直しましたね。余ったレーズンパンはスリコで買ったジップロックみたいなやつに入れて冷凍します。ここでパンツの次男が登場。何かを渡されましたね。一体何でしょうか。どうやらいちご味のチョコボールのようですね。どうしてこれを渡してきたのかちょっと謎なんですけど、とりあえずそこら辺にポイと置いときます。さあレーズンパンが焼き上がるまでに約2分ぐらいなんですけど、その間にウインナーと卵を焼いていこうと思います。ちなみにこのベージュの卵焼き器はスリコで買いました。我が家もほぼ白茶色ベージュで構成されてるので、スリコの色味マージで大好きなんだよね。ついでにお弁当に入れる用のご飯も温めていくぞ。ちなみに我が家お米を炊くときはこの洗面台のとこにある土鍋を使っていつも炊いてるんだけど、子供たちいっぱい食べるから5合炊きのやつが欲しかったんだけど、当時お金がなくって5合炊きの炊飯器が買えんかったんよね。閉店セールしてた食器屋さんでこの5合炊きの土鍋見つけて、なんと3000円だったから思わず買ったんだけど、めっちゃ激安のお米でも土鍋で炊いたらそれなりに美味しくなるからおすすめです。動画を撮っていることに気が取られてちょっと動きがぎこちないですね。これはどうやらウインナーの置き場所に困っているようですね。そんな私がもたもたしている間にも時間は残酷にも刻一刻と過ぎていきます。朝ごはんで食べるウインナーとお弁当に入れる用のウインナー同時に焼いていくから、ちょっと多めに入れてる。っていうかさ、ウインナーってみんな切れ目入れる派？私ノーベルと結婚してる時にさ、ウインナーの切れ目でめっちゃ喧嘩したことがあって、私基本的にはウインナーは切れ目入れない派なんだけど、ノーベルが切れ目入れる派って言ってたから、まあ3本ぐらいでいっかと思ってちょんちょんちょんって切れ目入れて焼いたので、それをお皿に乗せて朝ごはんにノーベルに出したらさ、これだったらもっと切れ目いっぱい入れれるってか、なんか謎のマウント取られたことがあってさ、ほんと今考えたらしょうもなさすぎるんやけど、もうめっちゃ喧嘩したんよね。当時ね2人とも仕事始めたばっかりで慣れない環境だったから、もうそんなしょうもないことで喧嘩できたんやと思うんやけど、なんか私はねあんまりウインナーに切れ目入れすぎると中から肉汁がめっちゃ出ちゃうような気がして、切れ目入れずに焼いて噛んだ時にパリってなるのがめっちゃ美味しいなって感じるんだけど、世の中は切れ目入れる派と入れない派どっちの方が多いんだろうね。よかったらコメント欄で教えて。そんなこんな言ってる間にパンが焼き上がりました。でもまだウインナーも卵も焼けてないのでそのまま放置します。ウインナー焼いてる間に卵の準備していくんだけど、うちは卵焼きにめんつゆ入れるのが定番なんよね。でも私子供の時に作ってもらってた甘い卵焼きがめっちゃ大好きでさ、お母さんになったら自分の子供たちにも甘い卵焼き作ってあげようと思ってたから、うちの子供たちにもね作ったことがあるんだけど、うちの子供たちにはめっちゃ不評だった。うちの子たちね甘いものよりしょっぱい方が多分味的には好みなんよね。あとなんか余計なものとかねいろいろ入れずにシンプルに味付けしたやつとかの方がよく食べる。でけん私ネギとかが入った卵焼きもめっちゃ好きなんやけどさ、子供たち全然食べてくれないから作る機会がなくて泣いちゃう。みんなネギが入った卵焼き食べたことある？ちょっと食べたことない人マジで一回食べてみて、めっちゃ美味しいから。はい、そんなこんなしてるうちにお弁当の主役冷凍食品たちの登場です。これ包丁とお箸の置き場に困ってますね。脳内でこんなところに置いたら不衛生です、こんなところに置いたら危ないですって私のアンチが囁いてますね。不正やい、お前が食べるわけでも怪我するわけでもないやろがいと脳内のアンチをぶちのめしながらどんどんウインナーを焼いていきます。ちなみに本日の冷凍食品はちくわの磯辺揚げ、3種の和惣菜、 50g 増量の竜田揚げでございます。もう本当に冷凍食品が発達した世界に生まれ落ちてよかったって思う。もうこれがなかったらマジで積んでる。自分で作るよりも美味しいし簡単し、しかも時短になるなんて本当に最強すぎる。冷凍食品作ってくれた人ありがとう。てかお弁当を全部一から作る人ってどれくらいの割合いるんだろう。定食をほぼ 100% 使うよって人も8割9割は超えてると思ってるよ私。この動画を見てるお母さんたちもきっとそうだよね、ね、そうだよね、仲間だよね、そうだよね、もう料理作るのが趣味ですってぐらいの人じゃないと全部一から料理作ってお弁当に詰めるって難しくない？てか生きていく上で必要なことを趣味にできる人ってめっちゃ強いなって思う。料理もそうやけどさ、なんか片付けとか掃除とか整理整頓とかしんどいと思っちゃう人が多いようなことを、もう好きで全然苦に思わなくてどんどんできる人って本当生命力の塊やなって思う。私も歌プリのゲームやったら何時
間でもできるけど、それで生きていけるわけじゃないもんね。そういう生きていく上で必要なことを趣味にできるような人間に私もなりたいと思うけど無理。まあ人には向き不向きもありますから、得意なことを伸ばしていきましょうねっていう世の中でもあるし、自分にできることを少しずつやっていこうね。でも私苦手なことが多すぎて積むんですけど、社会不適合者すぎてくさ。みんな社会不適合、どんだけ痛い痛いの、生きづらいくらいくらい未来にはそれチキンプイプイ。はい、そろそろお米の解凍が終わるので、お弁当箱を用意して準備しておきます。ちなみに紺色の方が次男、水色の方が長男です。そしてウインナーもやっと焼けたので、フライパンから直接お弁当箱にインしていきます。もう洗い物増えるのがとにかく嫌だからね、もうできるだけ洗い物増えないようにもうそのままインしていくよ。はい、ここでパンの存在を思い出しましたね。ちょっと焼き色をちょっと確認してからお皿を取りに行きます。そしてしゃがんだ時に奥に見えるこの部屋、見えますか皆さん、うちの限界具合がよくわかるでしょう。私片付け動画とかもよく出してるんだけど、マジで1日2日で余裕でこの状態になるからね。もう私がズボラすぎるのか、子供たちがわんぱくすぎるのか、どっちかなって考えてたんだけど、どっちもでした。はい、そんなこんな言ってる間に朝ごはん用のウインナーをどんどんお皿に乗せていきます。うちの賃貸マジで激狭やからさ、もう使ってないコンロの上にお皿置いちゃう。そしてカッカッカッと激しく卵を混ぜていきますね。もう弁当で手作りできるもんなんかこのウインナーと卵ぐらいなんですけど、みんなはこれだけは絶対手作りするっていうものとかあったりするんかな。そしてフライパンに火をつけて卵を焼いていきます。残り時間がとっくにあと10分を切っていますが、果たして間に合うのでしょうか。うちの子たち白い部分が残ってたらすごい嫌がるから、もう念入りに念入りによーく混ぜて、もうこうねすくい上げてね、白身とかもね細かく切っていかないとね、白いとこね結構残ったりするから、もう気をつけなきゃいけない。そしてフライパンに半分流し入れ、ガーッと混ぜてふわふわにしていきます。おっと、これはちょっと足りなかったか。まあここからどんどん巻いていくので、最初はこんなもんでいいでしょうということで、端からどんどん巻いていきます。このお箸だけで卵を巻けるようになった時、私大人になったなってめっちゃ感じる。20代前半の料理始めた時なんかもう絶対フライ返しないとできなかった。人間って何でもやろうと思えば意外とできるもんなんよね。そして卵を端に寄せて、残った卵をじゅーっと流し入れていきます。さあもうここからは時間との勝負だからね、もうこの下の方にもちゃんと卵をしっかりと入れて巻き巻きとしていきますよ。そして今入れた卵がある程度固まるまでに、じゃーっとお椀の中に水を入れときます。これやっとかないと卵がカピカピになっても全然取れなくなっちゃうからね。そして卵もあっという間に固まったので、ここからはねちょっと見栄えが大事になるので、慎重に慎重に巻いていきます。破れないようによっこらせっと、まあまあの出来ではないでしょうか。あとは角にちょっと押し付けて形を整えていきます。そんなこんなしてたらご飯の解凍が終わったようですよ。卵の粗熱を取っている間に、素早く後ろの電子レンジからご飯を2つ取り出します。そしてすぐにさっきあらかじめ用意しておいた冷凍食品たちをどんどん電子レンジの中に入れていきます。ちょっと個数が多いとね、その分電子レンジの時間も長くなるから、ちょっと早め早めにねちょっとやっていこうと思います。この時はだいたい3分ぐらいかな、電子レンジにかけたような気がします。そして先ほど解凍したご飯に取り掛かっていきます。これなかなかに熱いんだよね。もうちょっとね規制を発しながらじゃないとね、とてもじゃないけど開けられない。ちなみにこれそこら辺の薬局で買った冷凍ご飯用のカップなんだけど、もう晩ご飯とかでめんどくさい時はね、もうお椀とかに入れずこのままドーンって出したりする。ごめんね子供たち。そしてこれはご飯に混ぜるものを探しているようですね。おっと、今回はゆかりのようですよ。めっちゃこっち見ましたね。ちゃんと取れているかどうか気になるようです。もうゆかりご飯って美味しいよね。私学生の時お弁当箱に入ってたらめっちゃテンション上がってたもん。でもどれくらい入れればちょうどいいゆかりになるのかは全然未だに分かんない。いつも初めての気持ちでやってる。初心が全然忘れられない。そして次はお箸に水をジャッと濡らして、お箸にご飯がくっつきにくくしてから、どん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 混ぜていきます。この時ほぼ何にも考えてない。もう眠たいな、だるいな、何もしたくないな、もうただひたすらたっぷりしてないなと思いながらずっとご飯を混ぜていると、ここで時間をチェック、あと6分半ということに気づきました。まあでも焼く系のおかずは全部できてるし、冷凍系のやつも全部電子レンジにぶち込んで、あとはできるのを待つだけなので、まあ余裕しようと思いながらゆっくりゆっくりとご飯を入れていきます。もう貧乏性やけんさ、もうご飯一粒たりとも絶対に落としたくないよね。しかもこのご飯ね、なかなか熱が冷めないからね、ちょっと暑さと戦いながら頑張って入れています。もうねご飯はずっと熱をね持ちやすいから、もう早めに入れてねちょっと冷ましておかないと、マジで細菌の繁殖とかめっちゃ怖いじゃん。てか最近マジで暑すぎるから、もうご飯がダメにならないかめっちゃ心配なんだよね。いつもお弁当ね、家を出る30分前ぐらいにはもうできるようにはしてるんだけど、30分クーラー効いた部屋に置いとけばまあ大丈夫だよね。そう信じてやまないよ私は。はい、そしてご飯粒がなかなか全部取りきれないことにイライラしておりますね。もうどうしようって思ってますこの時。本当は全部取りたい、でもこのままだとタイムロスをめちゃめちゃしてしまう。どうしよう、でもご飯粒あとちょっとで取れるんだけど、でもちょっと厳しいから、まあ
こんくらい取れればいいかと思ってお水の中にドボンしていきます。そしてもう一つのご飯の方に取れかかりますね。はい、こちらももちろん無の時間でございます。だから人間って1分間何も考えずにいるってこと難しくてできないらしいよ。もうほんとみんなちょっとやってみてほしいんやけど、もう意外とねいろんなこと考えちゃうんだよね。逆に1分間何も考えずにいられたらもう結構頭がすっきりして、もうなんか作業効率とか上がるらしいよ。おーっと、ここで指にご飯粒がついたようだ。チュッともう素早くご飯粒を吸収していきます。そうこうしているうちに冷凍食品も出来上がったようですね。まあでもとりあえずご飯をどうにかしないことにはどうにもできないので、また暑さと戦いながら慎重に慎重にご飯をお弁当箱の中に詰めていきます。あーでもこれちょっと混ざりきってないな、ちょっと焦っちゃったか。まあでも口の中に入ればもう全部一緒だからまあいいかと思ってどんどん入れていきます。お、今回はご飯粒全部きれいに取り切れたようですね。よかったよかった。そしてちょっとまばらになったところをですね、ちょっと下の方に隠しまして隠蔽していきます。まあ見た目が良ければ全てよしの精神でやっておりますので、とりあえず上の方にゆかりご飯がきれいに見えるようにちょっとゾンゾコゾンゾコゾーンとやっていきましょう。なんかこれあれみたいやね、なんやったっけ、でもなんか100均とかに売っとるあの動物とか作れる、なんやったっけ、あ、あれあれ、羊毛フェルト、羊毛フェルトだ。羊毛フェルト高校生の時に一時期やろうと思って授業中にチンチクチンチクやってたんだけども、全然うまくできなくて諦めたわ。さあ役者は全部揃ったぞ、あとは全部詰めるだけと。ここでご飯粒を見つけたのですかさず吸収していきます。まずは卵焼きから詰めていくようですね。もういい加減余熱は取れてるだろうということで、まな板の上にピョンと置きまして、お弁当に入るいい感じの大きさに卵焼きを切っていきます。2人分だからとりあえずまずは半分に切ってから均等になるようにシュッシュッと切っていきます。ちなみに余ったこの卵焼きの端の方はですね、子供たちの朝ごはんになりますので、先にこちらの卵焼きをよけてお皿の上に乗せていきます。そしてすっかり忘れていた焼いたレーズンパンをトースターから取り出して、こちらも同じようにお皿の上に盛り付けていきます。さあこちらで朝ごはんは全て完了でございます。残り約3分半を残してやっと2人分の朝食ができましたので、こちらを2人のお子様たちのもとに提供してまいります。ちょっと牛みたいな声を出しちゃったんですけど、うちの子たちご飯食べるの嫌すぎてお腹空いてないとか言うんですけど、ほっといたら勝手に食べるので絶対お腹は空いてるんだと思います。さあそして残り3分弱といったところで、お弁当のおかずをどん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 詰めていきます。まああとは本当に詰めるだけなので、もう余裕だなと彼女はもう勝利を確信しておりますね。ちょっとデカめの唐揚げがあったようなので、ちょっと半分に切っていくようですね。勝利を確信した女の余裕が垣間見えますね。ていうかこういう2段のお弁当箱ってさ、なんか浅い方と深い方2種類あるじゃんか。これって深い方がご飯で浅い方がおかずっていう解釈で合ってんの？でもおかずってさ、今回の唐揚げみたいに結構厚みがあるものもあったりするけんさ、どっちが正解なんやろなって思いながらいつも詰めてる。いやだ、見てコックさんとこのお宅、お弁当箱こっちの方にご飯入れてるわよ、プン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 とか笑われてないかなってすごい不安になったりする。てかこう見たら私のお弁当ってマジで茶色ばっかりやな。いやだ、服も茶色で家も茶色でお弁当まで茶色ですわよあのお宅、フフフフフフとか笑われてないかな。あ、どうしよう、なんか不安になってきた。あ、どうしよう、やばい、やんできた、やぶ、あ、無理、ぷえ。でも毎日のお弁当なんてこんなもんだよね、みんな。え、そんないつもカラフルな色とりどりなお弁当を作られていらっしゃる、もしかして。え、私だけ、私だけこんな茶色い。え、うす、え、茶色って美味しいよね、茶色って美味しいよね、ねみんな、ねねね信じてるよ、信じてるよ、はい、そしてこちらのちくわの磯辺揚げもですね、ちょっと大きかったようなので半分に切っていくようですよ。このちくわの磯辺揚げね、マジで美味しいよね。お弁当とかに入れるんじゃなくって、もううどんとか作った時に上に乗せてもこれマジでめっちゃ美味しい。でけんこのちくわの磯辺揚げはね、なんかお弁当を作る時期とかじゃなくっても結構高確率でうちの冷凍庫には入ってるということで、あと約1分半なんですけども、もうあとこのちくわの磯辺揚げを入れればね、もうほぼ完成なので、もう彼女はもう余裕でゆっくりゆっくりと入れております。ちょっと今泣き声が聞こえましたね。さあ長男の方はもうお弁当詰め終わったかな。続きまして次男のお弁当を詰めていきます。残り1分以上もあるので結構余裕ですね。ここで彼女はあることに気づきます。これちょっともしかして隙間ができるんじゃないの。隙間があれば埋めたくなるのが人の性です。しかも残り1分時間が残っています。ということはもう何かを入れて埋めるしかないということで、必死に冷蔵庫の中を探しております。何かないか、何かないか、あと1分で2人のお弁当に詰めれるもの、これしかない。そう、ハニー、
困った時の救世主ハム様のご入場でございます。とまず残り時間を把握してからハムをしばいていきます。ハムはいいぞ、そのまま食べてもよし、焼いてもよし、何かに巻きつけてもよし、もう本当にお弁当にぴったりな食材でございます。ちょっと残り時間が30秒になりそうなことに気づいてちょっと焦ってますね。いつもなら切れ目を入れてちょっとお花みたいにするんだけど、ちょっとそんな時間はなさそうだぞということに気づいたので、とりあえず半分に折って、一瞬今ちょっと切ろうか迷いましたが、もうこのまま折って入れることにしたようです。本当はね、ちょっとチーズとかキュウリとかと一緒にさ、ピックに刺してちょっと入れたいところではあるんだけど、ちょっと今回は時間がなさそうだからできない、ごめんね。ということで残り10秒を切りました。果たしてお弁当は間に合うのか、急げ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 。ここで最後のハムを手に取り、残り時間を確認。あ、ちょっともう無理そうだぞということを悟り、あ、無情にもタイマーが鳴り響いてしまった。まあでもあと入れ込むだけなので、もう優雅にハムをゆっくりと入れていきます。もう正直タイマーを止めるのもめんどくさいです。タイマー止めてって叫んだらもう勝手に止めてくれるような機能とかないかな、ないか。ということでちょっと時間はオーバーしてしまいましたが、2人分のお弁当が完成いたしました。おめでとうございます。はい、ということで今回のお弁当こんな感じになりました。ちょっと何の変哲もないお弁当なんですけども、とりあえずできたということで一安心でございます。夏休み中3食作ってるお母様お父様方、本当にお疲れ様でございます。もう皆さんに盛大な拍手をどうぞお送りくださいませ。ということで最後はパックを外してフィニッシュになります。まだまだ夏休み続きますが、無理せず皆さん自分をいたわりながら頑張っていきます。ということでアデュー。